みんな今日はご苦労だったな。来週料理学の ショーコ。そうそう、しょっこちゃんだ。ほら、同じゼミなの、あんま喋ったことないから。おっと、大丈夫ですか？平気平気。てか、しょうこちゃんは強いの？全然酔ってないよね。飲んでないんです。お酒嫌いだから。え？じゃあなんで来たの？参加しないと単位もらえないって言うから。そんなの人集めの口実だよ。 それ信じたの？翔子ちゃんって真面目なんだね。<笑>ここです。ここ？実家なの？ ご両親とかいるの？ 今は留守にしてます。 どうぞ。 なんか戸締まり厳重だね。 最近この辺で若い女性が行方不明になる事件が起きてるんです。 だから念のため。 ああ、ニュースで見た。 嘘、あれってこの辺なんだ。 やばいじゃん。 どうぞ。 今日私が来てよかったんじゃない？ はい？ だってこんな広い家に一人じゃ寂しいでしょ。一人でいるのは嫌いじゃないですから。
翔子ちゃんもシャワー浴びてきたらすっきりするよ。そうですね、そうします。翔子ちゃん、何これ、大丈夫？連続行方不明事件の犯人なの。
翔子ちゃんが犯人。街を歩いてたらあの女が声をかけてきたの。そしたら急に後ろから信じられない、翔子ちゃんがそんなこと。お願い立たせて。しました。ううん、あのさ、スマホ充電させてもらってもいいかな。あ、どうぞ。ありがとう。顔色悪いですよ。何かあったんですか？ううん、平気だよ。じゃあ私そろそろ行くね。はい。ゆっこからメールがあってさ、この近くで飲んでるんだって。だからそっち行くね。あ、スマホバッテリー切れですよね。開けたんですか？開けたんですね。いいですか？絶対誰にも言っちゃダメですよ。もし言ったら、
この部屋妹の部屋妹さん行方不明なんですまだ見つかってませんそれって例の事件の私調べました妹を探すために必死で調べましたでも手がかりがなくてだから夜な夜なこの辺りを歩き回って犯人が接触してくるのを待ったんですそしたらあの女が声をかけてきて話を聞いて確信しましたこいつが妹をさらった犯人だってだから私はあの女の後をつけてあの女を監禁して居場所を聞き出すつもりだったダメだよ警察に話さなきゃうちは早くに父を亡くしました母は妹がいなくなったショックで入院中ですそれもこれもあの女のせいなんですが分かっていないのは両和医科大学保健医療学部に通う高坂理央さんと間宮祥子さんの2人で警察では何らかの事件事故に巻き込まれた可能
性もあるとみて捜査を進めています。いかがでしたか？嫌ですね、あんな目に遭うなんて。そういえば